はい、皆さんこんにちは、ハイシェス。先日からですね、クラブ生のですね、対談の方をですね、お見せしておりますけども、本日はですね、来店ビジネスとですね、転売の違い、こちらについてですね、お話をしてみたいと思います。もし本日の内容にご興味ある方は、ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。Let's get started!はい、それではですね、早速本日のコンテンツの方を始めていきたいと思います。無料面談なんですけどね、早速多くの方にお申し込みいただきまして、先日からクラウドファンディング物販のですね、まあ魅力とかっていうのをですね、お伝えさせていただきまして、すでにですね、数名の方がですね、まあお申し込みをいただいている感じなんですけども、残りもですね、数日というふうになりましたので、本日もお付き合いください。本日はですね、このクラウドファンディング物販と転売の違い、こちらについてですね、お話をさせていただこうと思います。転売というのはですね、皆さんが普通にですね、海外のアマゾンだとかいろんなウェブサイトに行って商品をね、普通に仕入れて、日本のアマゾンとか楽天とかメルカリとか、そういうところで転売をしていく、そういったね形になるんですけども、そういう場合の何が違うかというとですね、メーカーさんと特に何も契約とかそういうのは結んでおらず、海外のいろんな購入できるところから購入をして、それを買っていくというビジネスなんですけども、このクラウドファンディング物販に関してはですね、メーカーとしっかりと商談をして、日本での独占販売金というのをしっかりとですね、いただいてサインをしてもらってからですね、ビジネスを一緒にしていくと、メーカーと二人三脚でやっていきます。で、注文する時もウェブサイトとかで注文するのではなくて、メーカーの方にメールでパーティスオーダーを出して、メーカーの方からインボイスを回って、それでメーカーの指定する銀行口座にお支払いをして、メーカーがまとめて指定する我々の方の倉庫の方に送ってもらって、そこから我々の方でクラウドファンディングを実行したりとか、Amazon で売っていったりとか、そういうのをねやっていくことになります。なので、がっちりとメーカーとタッグを組んでビジネスをしていくというのが一つ大きな違いがありますし、このクラウドファンディング物販というのはですね、テストマーケティングということで、先にメーカーのマーケティング素材を使わせてもらって、クラウドファンディングでプロジェクトを実行し、売れた数だけをメーカーに発注するという形で契約を取っていきますため、不要在庫を抱える必要もないですし、資金が少ない人からでも取り組みやすいビジネスであるというのがね、一つ特徴としてあります。なので、やはりこう転売というのはですね、物が売れてくるとすぐに真似されるというところがあるんですけども、独占販売権を取っていくことによってですね、他の転売プレイヤーが入ってきにくい市場を作っていくことができる、より優位性、参入障壁を持って輸入物販をしていくことができるというのがですね、一番のですねメリットだというふうに思っています。あとはね、対人とビジネスをしていくビジネスっていうのは非常に楽しいんですよね。転売でやっていくとなんかこう作業になってしまうんですけども、メーカーと一緒になってブランドを作っていくっていうのはね、非常にやりがいもありますし、メーカーから本当にありがとうっていうふうに言って言われた時っていうのは、やっぱ非常にねやってよかったなっていうね気持ちにもなります。やっぱりね、私もですね、昔からこうテラピークというね、カナダの企業の代理店というのを7年間勤めたことがあったんですけども、やはりこの代理店ビジネスというのはね、非常にやりがいもありますし、メーカーとタッグになってですねやりますし、自分自身の英語のスキル、それから海外のメーカーとのコミュニケーションスキルというのも上がりますし、非常にね人間としても会社としても成長できる事業である、それがね代理店ビジネスの非常に醍醐味かなというふうに、はい、思っております。なのでですね、海外にはですね、世の中に本当に星の数ほどメーカーがいらっしゃいます。なので、そういったね、日本にまだ未上陸のメーカーさんをね、皆さんが探し出して、Zoom で商談をして、独占販売機にサインをしてもらって、で、一緒にこの幕開けから始めていって、その後、一般販売をしていく、こういった事業になりますので、非常にですね、楽しいと思います。ということでですね、まあ、1週間限定ですし、今回年内がね、最後の募集となりますので、ご興味ある方はですね、ぜひ無料面談の方をお申し込みいただければなというふうに思います。100名以上のですね、会員様ですね、お待ちしてますし、皆さんと一緒にですね、切磋琢磨までですね、この輸入クラファンで稼いでいくとですね、一緒にやっていけばなというふうに思っております。残りの募集のですね、数日ですけども、ぜひですね、残りの動画の方も楽しみにしておいていただければなというふうに思います。再度になりますけども、無料ベンダーの方ですね、概要欄の方に貼っておりますこのフォームの方からですね、お申し込みいただければなというふうに思います。皆さんとですね、お話できるのを楽しみにしております。それではですね、本日のコンテンツは以上となります。本日のコンテンツが良かったと思っていただければ、ぜひいいねをよろしくお願いします。チャンネル登録の方もぜひこちらの方からよろしくお願いします。Twitter の方もぜひこちらの方からフォローしてくれると幸いです。また、ヒルガセブノウハウについてメルマガの方も配信してますので、ぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。Thank you guys watching and I see you guys tomorrow. Bye.